ういうこと。各部屋全部に封印の魔法陣。だからご主人たちが動かなかったんだ。しかも内部の情報完全遮断付き。どこの部屋がご主人や棚のいる部屋か。一個一個解くには時間がかかる。せっかちゃんを連れてくるしかないですね。どうしたメリア、そんなに慌てて、ステージで何かあったのか。メル、あなたはご主人と一緒じゃなかったんですね。ええ、実は。魔法陣の結界か、確かに石化が適任だな。だがおそらくそれは室内にいる奴らの足止めだ。危害はないだろう。何を企んでいるか知らんが、巧妙じゃないか、どこまでも用意周到なものだ。感心してる場合じゃないですよ。メルはここで怪しい人が現れないか見ててください。ああ、見てるだけ見てよ。もう少しで主様からもらったミカドオーラの効果が切れてしまうからな。わかりました、お願いします。せっかちゃん、今こっちの様子はどうですか？会場は相変わらずメンテナンスで見えないし、モニターも広告と次の対戦者の表示くらいだけど。うん、あとオーラとかを使ってるような変な気配は、しなかったよ。気配なし、空間支配をも近くの感知ですら反応しない。ということはあの魔法陣は副射撃か。副射撃、あらかじめ、魔法陣を変えておいて、それを対象物に向けてスタンプのように押し付けることで、魔法陣を対象物に刻む方法、割と使われる処方ですね。博は今のままこのエリア一体で不審な反応がないか探っててください。何かあったら私かせっかちゃんに連絡を。うん、わかった。せっかちゃんはご主人たちのいる部屋が魔法陣によって閉じ込められているので、それの解除をお願いします。たやすいわね、行きましょう。これね、メリアちゃん。はい、ただ気配も遮断されてますので、どの部屋かまでは私もわかりません。片っ端から解除したらいいのよ。こんなセンスのない落書きを置いておくなんて悪趣味だわ。私は全部見てくるからメリアちゃんは室内を調べてて。お願いします。さて、ご主人たちの部屋は。あれ、何もない。なんで？あれ、部屋はカナちゃんがいた部屋のままだったのに。間違えたのかな？それはないよ。だって俺の試合前ずっと俺がカナの病室にいたんだよ。間違いないよ。匂うねー。陰湿な匂いがするよー。え、俺やっぱりまだ陰湿。隠しきれない因があるんだね。で、そうじゃないでしょ。とりあえず部屋が違うなら出たらいいんだよ。あれ、扉がないね。片道切符。現実世界不便だねー。いや、違うから。普通にヤバいから。電波も圏外か。ここは都内ってな。ちょっとデブ入れてこないでよ。陰キャって言われてないし、傷ついてたら謝るから。だってろー、陰キャだって経済回してんだ。立派な人格だよ。陰キャって何？主様ー。縁の下の力持ち、かな。それで、どうしたらいいの？待つ。いや、これは明らかにおかしい。間違いなく異変に巻き込まれてるはずだ。スフィア、確か、前期栄転支配。って自動で最適解を出すんだよね。今できる。合点少林寺拳法だよー。うわ、スフィア様、本当にスフィア様だ。解答なんだけどねー。外側に結界を張られていてそれを解かないと解除は無理。って感じだよー。それとこの空間はそれらを無理やり突破されるのを見越して何重にも結界を作ったんだねー。作詞だねー。スフィアでもどうにもならないのか。簡単だけど、空間ごとだから主様たちが死んじゃうねー。すごいのが、この部屋の構造は一つで全部できてるんだよー。普通空間が100の物質でできてた場合、そのうちの一つを食べることで、穴ができて抜け出すことができるんだけどー。この空間は一つしかないから食べたら全部消える。正解だよー。だから使えないねー。打つ手なしだね。誰か気づいてもらえるまで待つしかないね。それじゃあ小さくなってるねー。主様、とりあえず着替えがないなら今のうちにオーラ直しておくね。ああ、頼む。外部で何か起きてたらどうしよう。いや、でも隊長や副隊長、みんなだって言うんだ。大丈夫か。だけど狙いはなんだ、このタイミングで。あれ、さっきここ通ったよね、なんて。今のところ魔法陣を解除していったけど、特に変わった変化はないよね。近くのドア開けてみよっか。メリアちゃん。せっかちゃん、すいません、博士お願いします。誰？この変な帽子をかぶっている人。ポッコン、私は、僕は、我は、誰だ？知らないわよ。せっかちゃん、油断しないでください。かなり強いです。そうか、僕は強いのか、そういうキャラ設定をしてくれた人に感謝せねばな。私を救ってくれた人、ありがとう。誰だ？我が輩のメガホンにうんこつけたやつは。何こいつ？キャラが高めない？こいつの能力は、デタラメです。おっと、これ以上はいけない。できた。ああ、ちょっと下品すぎたで早漏。感じも少し下品なのよ。なんだこいつ、全然行動や言動が読めない。お、終わってたでやんす。なら退散退散悪霊退散。いよーん。なんだったの今の。マジで食った。メリアちゃん、大丈夫。はぁ、人生生まれて初めて死にたいって思っています。
ますね。はい、ちょっと。お風呂ありますかね。残念だったね、お風呂なくて。でも匂いとブツは完全に除去したから。ねえ。ほら、怪我も治したしさ、辛いのはわかるけど、ほら、パトたち探すんでしょ。ちょっと、代わりに探して。辛い。わかった。このことは、内緒にしておくね。でも後でさっきまでの話は聞かせて、不審者なのは間違いないから。あいつ力が戻ったら一番最初に全勢力を使って消しに行ってやる。あらあら、お口が悪くなっちゃって。それじゃあパトたちを見つけてくるね。あ、ここね、多分あとここ一つだわ。よし、開いた、みんな、急いで出るよ。行ったー。あ、せっかごめん。せっかが解いてくれたんだね、ありがとう。メリアちゃんに言われるまで気づかなかったわよ。それよりミエルちゃんいる。今すぐステージに来てもらいたいんだけど。いるよ、やっぱり何かあったのか。ごめん、私もメリアちゃんからの伝言でしか聞いてないから状況がわからないの。でもミエルちゃんを呼ぶってことは怪我人が出たんだと思う。そうか、ステージだったよな、急ごう。なんだこれ、ロカとリオの試合ってどうなったんだ。知らないのね、ロカの勝ちよ。だけどロカの様子が明らかにおかしかったわ。おかしい。見ればわかるわよ。でももうここに人がいないわね。別の部屋に移ったのかしら。入れ違いになったのかもね。せっか、反対側の控え室に行こう。そうね、わかったわ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、ちょっと滑っただけ。いかにキレがないぞ、ファルドラ。ミエル、傷を治してやってくれ。うん。半年ぶりだな。そうですね、あの時は本当に申し訳ありませんでした。もう過ぎたことだ、俺たちもあれから警備を見直すきっかけになったからな。お前もそうだろう、戦いを見ればわかる。そうですね、無責任だったと思います。わかればいい、あの時とは比べ物にならないレベルで強くなっているのはわかる。2回戦の天野絵隊長との試合、楽しみにしているぞ。ありがとうございます。それで一体何があったんですか。指揮隊長のところに行け。全部わかる。父さん、一体何が。嘘だ、そんなの絶対に嘘だ。ああ、まだ可能性の話だ。真実はロカが目覚めないとわからん。目覚めなくてもわかるわよ。ロカが悪にて染めるわけないでしょ。姉妹の中で誰よりも誠実だったのよ。家族思いで仲間思いのロカがそんな。わかっている。だが感情論で疑わなかったらそれこそ真実がわからないだろ。ならリオが怪しいわ。さっき見かけた不審者も怪しい。悪心教だっていたわ。みんな怪しいわよ。落ち着け。ちゃんとリオにも聞くし、身体調査もする。今判断材料がない時に結論を出しても仕方ないだろ。それで、ロカは、そのままなの。ああ、この力とロカの魂が完全に融合している。ロカが死ぬか、力本体が自ら抜けるか。しかないな。そんな。まずは検査だ。もし、最悪、理性が戻らなかった場合。最悪のことも想定しておくように。殺すつもりか。俺は絶対にさせない。だがそれを守るということは正義ではいられない。世界の敵になることも視野に入れろということだ。やってやるわよ。悪にだって何にだって。いい子だな、せっか、父さんに任せろ、大事な娘だ、俺の命にかけて救ってやる。お願いだよ、お父さん、さっさと直せ、説明してやるから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。